のかなとか、こう先輩方見てて、あ、全然まだまだだな。りんちゃんがこのレ・ミゼラブルの作品を通して、そういった自分のダンサーとしてもなんかいろんな気づきがあったら嬉しいなと思ってます。まあ、役に生きるっていうことをまあ高部先生にも言われたんですけど、まあ、それをまあ舞台でお見せできたらいいなと思います。翌日本番を控える大抜擢の若手2人、プレッシャーに押しつぶされそうな長倉凛、そして20歳のホープ森脇隆之、明日の本番に向けた最終リハーサルの出番がやってきた。本番と同条件の舞台に初めて立つ2人、ミスなく最終リハーサルを終えることができるのでしょうか。男性もっと背中使って、森脇くん間だよ、線じゃなくてセンターと線の間だよ、4分の1よ。長倉は安定しないパフォーマンスに、やばいっすよ。大丈夫だよ。緊張からか多くのミスを連発。高部芸術監督から檄が飛んだ。森脇くん、場所確認しよう。あなた線の上に行っちゃうんだけど、センターと線の間だから、後ろの人が迷っちゃうから、気をつけて。本当にど真ん中に。気をつけてね。で、戻ってきた時もそこに来なきゃいけないのに、戻ってきた時は線の上に来ちゃったのよ。すごい気をつけて。で、隠れの時に軽くならないで、お腹のあたりが動ける。しっかり。そう。すごい軽くなっちゃうんですよ。気をつけましょう。りんちゃん、ちょっと踊りだし、全体にグラ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 多かったね。今ね、照明に。あんな慣れてないせいかもしれないけど、アラベスクターンの職場らしさが高かったのと、走ってきて反射をグラグラしてました。あとソロパートが思い通りにいかなかった長倉、ダンサーを細かく指導するミストレスの日原からも檄が。失敗ということは創作バリューの場合ありえないと思うんだよね。クラシックじゃないよ、自分がどうしたいかとか、こういうこととかさ、もしグラ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 としたとしてもさ、もう一回コア入れ直せば静止するだけだから、どっからでもいける、立て直せられる。失敗は何、失敗とか成功とかそういうものじゃないよ。物語は突破してる。それが言葉じゃなくて体の表現だけだから、できますよ、絶対できますよ、信じ切って。思わず悔し涙が。初めて照明と
つけて衣装ですごい緊張しました。こう緊張するとこう体がこう浮いてしまってしっかりこう床をつかめないような感覚になったり、回るときに焦点が合わなくなったりしてしまうところが今日はありました。初めてこんな大きな舞台で一人で踊るっていう緊張感とプレッシャーにちょっと今そうですね感じてます。一方、森脇はリハ後長倉に練習を直談判していた。後でちょっと空いたらやってもらってもいいですか。リーダーとしての意識が芽生えたのか、ついに森脇が動く。そして二人だけの練習が始まった。これが線の。そこへ。でこれ線、これセンターじゃないですか。これ高部芸術監督の姿が。ここ。ちょっとアドバイスしようかなと思って行ったんですけど、二人が合わせて稽古していたので、二人だけでちょっとこう稽古してもらおうと思って。ちょっと様子を見てすっと抜けました。せっかく練習していたので。珍しいな。そうですね、2人だけでああいう風に合わせてるっていうのは私は初めて見ました。多分他ではやってたんだとは思うんですけど、彼なりに何か2人で踊るっていうところを何か見せようっていう気持ちがあるんじゃないかなと思いました。本番では決して失敗は許されない。そこにはプロとしての2人の姿があった。ありがとうございます。ありがとうございます。なぜ2人で練習をしようと。バータリーやらずにいけねえ、いきなりやったので、そう合わないところがちょっとあったりして、そうお互いで練習させてもらいました。まあ、フレッシュさっていうのをお見せできたらいいなと思って、明日気合を入れて頑張ろうかなと思っています。長倉も有意義な時間を過ごせたようです。森脇くんは本当にこの前入団したての方なので、少ないリハーサル回数でどれだけ合わせられるかっていうのを、こう舞台の上に立つとやはりこう音とか場所とかいろいろ変わってくるので、そういうところを今日はたくさん話して詰めることができたので良かったかなって思います。森脇くんも私も新入団員でまだ若手なのに、こう大きな役を任せていただいてるっていうところは同じなので、2人で協力してできることが2人でも高めていけることがあるかなって思ったので、少し今日はたくさん一緒に練習しました。こうして2人が協力して練習している中、初日の本番が開演を迎えた。共に切磋琢磨してきた先輩竹内奈々子はエポニーヌとして役に生きることができたといいます。
燃え尽きました。燃え尽きました。なんかもう心臓が揺れる感じがした完全に役が乗り移った感じ。そしてなんかたくさん試行錯誤もしてきたんですけれど、いい意味で本番の空気感でこう決めたからこうしようとかじゃなくて、もうエポニーヌになっていたから自然とみんなとのやり取りも作り物じゃなくて本当にエポニーヌになれたって思ったので、自然と湧き上がるもので演じられました。明日本番を迎える長倉には自分を信じてやりきってほしいと強く願っているようです。すごく初回のリハーサルから比べたらもう本当に別人なぐらいにすごく成長したなって、あの先輩としてはすごくそう思っていて、みーちゃんってやっぱりもともとその子を演じたいってものを持っているダンサーなので、まずそこがなんか私もそうだけれど、それぞれに大事なこと、私がどうこの役を解釈してどう演じたいかっていうのがあるダンサーかどうかで、第2にそれを体現できるかどうか、人が見て客観的に見てそれが伝わるかどうかで、そこをすごくりんちゃんは一生懸命毎日稽古してきたと思うんですけれど、なのでその次の第3はもうお客様が決めてくださることなので、お客様が受け取ってくれたらすごく嬉しいし、りんちゃんはそのためにすごく積み重ねてきたものがあるはずなので、もう信じて、大丈夫だよって言ってあげたいです。今日は悔しい思いをした長倉だが、明日の本番は気持ちを新たに臨む。今の私自身はもう正直すごい緊張してて不安な気持ちが大きいんですけど、でも明日はもう今日も周りの先輩方とか同期とかみんなから先生方もそうですし、たくさん温かい言葉かけていただいて、明日はもう不安なことはとりあえず一旦忘れてというか、少し冷静な自分もいつつ、でも自分のエポニーヌとして舞台の上でこうエポニーヌの一生をこう表現できたらいいなと思います。二十歳の森脇は明日の舞台で自身の殻を破ると言います。プロになって初めての舞台、明日立つんですけど、こう1日目を見てみて、一人じゃなくてみんなで舞台を作っていくっていう、そうプロフェッショナルの世界を見れて、見てる方も楽しかったし、先輩たちもすごいこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないってすごい教えていただいて、まあ、普段僕は割とおとなしい方なんですけど、アンジョラスって役はみんなを引き連れる役なので、殻を破るじゃないですけど、まあ、違う森脇貴之その違う一面をこうお客さんに届けられたらなと思って、まあ、役に生きれるように頑張りたいと思います。高部芸術監督は明日の本番、二人にはどのように臨んでほしいのでしょうか。今持てる力は発揮してくれるんじゃないかなと思います。今日の先輩方の舞台を見て多分思うところがたくさんあったと思うんですが、自分たちがどれだけ、まあね、それがプレッシャーになるか、ただ若いので、いや僕たちだってできる、私もできるっていうふうに、その逆にこの、頑張る力に変えてってもらいたいなと思ってます。まずはチャレンジできることは舞台の上でチャレンジしていってもらいたいなと、なんか保守的に踊るのではなく、どこまで自分が表現できるのか、自分が動けるのかっていうのをチャレンジ精神でどんどん踊っていってもらいたいなと思ってます。高部の気持ちは二人に通じているようです。いよいよ明日大抜擢された二人が大舞台に立つ。果たしてこれまでの成果を発揮し役に生きることができるのでしょうか。皆さんでいい舞台を作りましょう。
次回レ・ミゼラブル最終章、バレエ団の神髄がここに。本当に一人じゃないからみんながいるっていうのを思い出して。はい、行きます。